第二次世界大戦太平洋戦争日本本土の戦い日本本土空襲徳島大空襲徳島大空襲は太平洋戦争末期の1945年7月4日未明に徳島県徳島市が受けた空襲のこと。なお徳島市は B-29 による空襲を同年6月1日から7月24日までの間に大空襲を含め7回受けておりここでは 徳島県が受けたその他の空襲についても解説する。1945年7月3日午後4時23分、マリアナ諸島のグアムサイパンテニアンの3島4基地から、高松、高知、姫路、そして、徳島への爆撃のため、アメリカ陸軍航空軍、第21航空軍所属の B-29 が501機、出撃し、美容島を経由して、それぞれの都市へと向かった。 7月4日の未明、第21航空軍第314航空団の129機の B-29 が新町川河口から徳島市の上空に飛来、午前1時24分から同3時19分まで1時間55分の間焼夷弾を投下し続けた。諸説あるが、徳島市の発表では、この空襲により当時の徳島市の約62%が消失し、 人的被害は死者約1000人、怪我人は約2000人、被災者は7295人、罹災世帯は17183世帯とされている。1942年8月、文部省主催による幻の甲子園大会にて、徳島商業が優勝して1枚の賞状を得るも、この戦災により消失した。 1945年7月4日午前1時24分から同3時19分アメリカ軍第21航空軍所属第314航空団マリアナ諸島グアム島北基地重要な農業生産地域として神戸、大阪などの大都市に対する重要な食料供給基地であること。船舶の航路として重要な役割を果たす。 瀬戸内海の東の入り口に位置すること。市内に、軍需工場として、防石工場や製紙工場が存在すること。141機、129機、出撃、グアム島北基地、大島、和歌山県須佐美町、和歌山県日の大岬新町が和歌付近、徳島市、基幹、徳島市や南市、鴨田岬、大島、グアム島北基地、優秀な、 電波技術者が登場した12機の扇動機が本体機を扇動徳島市街地上空へ到達した扇動機の登壇によって引き起こされた火災を目標として後続の本体機が低空から大量の焼夷弾を投下。アニエ四4 7 a 2 0焼夷弾403.8メートルトンヤン M17 テルミットマグネシウム焼夷弾647.0メートル トン計線50.8メートルとン 74%1.7 平方マイル徳島に襲来した爆撃機数は爆撃を受けた57の中小都市のうち14位とされている。また、投下された焼夷弾の総量は12位である。徳島市に投下された焼夷弾を換算すると35万4664本と膨大であり、 1944年の徳島市の人口が115,508人であったので市民1人当たり3.07本の焼夷弾が投下された計算となる。アメリカ軍は徳島への爆撃のために爆撃用航空写真地図を作成し、それによると 標的範囲の中心点は当時の徳島市最大の商店街であった元町付近であった攻撃側はここを MPI と呼んでいた空襲当日日本資料工業株式会社の宿直者が社長に報告した工場理財報告書によるとアメリカ軍の作戦任務報告書とほとんど一致するようだこれは徳島側から見た数少ない極めて貴重な資料である その内容を以下に示す。4日1時頃、徳島侵入の敵機派、前川、佐古付近に最初の焼夷弾投下と同時に、空襲警報発令。前時侵入の後続機の登壇派、ますます熾烈に、して、全死に火災発生。約3時頃まで、敵機旋回、登壇を、ぜ、だず。司令部の命令により、第314航空団は、 下記の軍事工場を爆撃した。これらの施設の被害は甚大で、いずれも廃業に追い込まれた。その他、数多くの神社仏閣などの貴重な文化財が消失。現在でも、徳島大空襲の傷跡は、高原ビル、三河家洋館、影山邸などの建物や兵市内各地の破壊し灯籠、石碑などに残っている。また、 現在でも市内各所の工事現場などで溶解したガラス片、瓦、レンガ、陶磁器などの空襲遺物が出土する。焼夷弾による火災から逃れるために多くの市民がビザミへと登ったり吉野川へ避難した。山からは爆撃機から雨のように降り注ぐ焼夷弾と炎に包まれた街を見下ろすことができたという。避難が間に合わなかった人々は、 古川、ニ人川などの河川や小川、田んぼなどに飛び込み、焼夷弾が自分の頭上に落ちないようにと祈りながら空襲が終わるのを待つしかなかった。空襲が終わってい出ると、川には遺体が流れていたという。寺町にある東周院の山門が焼け残り、家を焼け出され、ここでしばらく生活した人々もいたようである。大空襲までの空襲では、現場近くに、 臨時救護所を設け応急処置をし、重症者は大塚病院、若林病院、寺沢病院に搬送した。しかし、大空襲によって、徳島市内の病院は、鈴江病院以外はほとんど全滅したので、潜在症病者は、徳島県庁、鈴江病院、富田国民学校などに一時収容し、重症者は、南上村伝染病院、害国民学校、 鴨島国民学校に搬送し、ここで約1ヶ月治療した。潜在症病者のうち経過良好なものや予病併発の患者は8万、富田良国民学校4所神社に無料診療所を設置し、診療に当たった。その後、陸軍病院からの申し出があり、そこ、富田良国民学校に約半年間無料診療所を開設した。 通常は川内町の徳島市立総裁場で火葬されていたが、大空襲の死者は約千人と多数であり、総裁場での処理は不可能となったため、吉野川の河川敷で火葬に付し、お骨をあげた。徳島市中に散在していた遺体の収容には警察が当たり、火葬の作業は数名の市職員が行った。警察の命令で、非戦災地区からいくつかの警防団が応援に来たが、 死体の山を前に逃げ出す者が出るほどの悲惨さであった。お骨は一時的に過剰人長のクゼジに収め、9月2日に同時において、検視教祭の合同慰霊祭を行い、身元が判明した者から遺族に引き渡された。怪我を負った人々は、破傷風などに感染するが、当時貴重な血清を手に入れるのは困難であったために、命を落とす人もいた。 空襲の熱で焼けた鳥やジャガイモなどを食べた人たちもいた。徳島市が発表している体験談などによると、真っ赤になった徳島市の上空が、徳島市の周辺自治体などの広範囲からも確認できたようで、実際には燃えていないが微山が燃えているかのようで、あったとの証言もあった。1945年7月15日には中島、同24日は倉本、佐古、富岡、 クワノに爆弾が投下された。同30日には、中川鉄橋空襲、美野林へ登壇があった。同年8月8日には、富岡、浜浦へ登壇があったほか、毎日のように、関西機が飛来して、機銃奏者を行っていたようだ。城山の東にの丸天守跡に、徳島戦災犠牲者遺霊塔が混流されている。 大空襲から10周年の1955年7月4日、混流。毎年7月4日に、徳島戦災死没者遺族会が慰霊祭を行っている。ありがとうございます。